今日紹介するおもちゃはこちらです。プチブロックのですね、ライオンを今日は動物ですね、作ってみたいと思います。早速作ったものが、はい、こちらになります。全体を見ていくと、とってもちっちゃいですね。はい、ぐるっと回すと、こんな感じで、この草原のようなブロックのパーツが、足と一体になっていて、上から見ると、こんな感じですね。以前に紹介した、例えばこういう乗り物の、ショベルカーと比べてみると、こんな感じになって、まあ大きさ的には同じぐらいの大きさになりますね。動くところ、まあ可動がこの口の開閉だけなんですけど、結構ガバーッと開きますね、こう僕は。で、中は赤いブロックパーツがあって、すごい雰囲気ありますね。いつものように、このライオンに、はい、こちらのですね、ロボットビルダーのナイトを合体させてですね、この2つで1つのロボットを作ってみたいと思います。こちらの、プチブロックのロボットとライオンの、よいしょ、この2つをですね、合体させて、ロボットを作ると、今回は、ドーンと、こんな感じのロボットになりました。一つ100円のブロックが2つで、こういう、まあオリジナルの、ライオンとロボットの合体したロボットなんですけど、ちょっと近くで、見てみると、今回頭はですね、こんな感じで、まぁ、ちょっとエイリアンのようなですね、ここが目で、ここがまぁ顔で、胴体と腰パーツに分かれてますね。ぐるっと回すと、後ろ側はこんな感じになっていて、はい、正面から見るとこんな感じですね。大きさ的には、はい、これが、ブロックの通常のナイトと呼ばれるもので、頭一つ分大きいくらいで、そんなに変わらないんですけど、ちょっと足回りがこっちの方が、ライオンの方がですね、大きい感じですね。肩幅も、まあ、同じぐらいでしょうかね。近くで顔などを見ていきましょう。あとは可動もですね、見ていくと、この首がですね、よく動きます。こう、ぐるぐると。まあ、いつも以上に動くと思います。前も後ろも。で、この肩のですね、ちょっとアーマー作ってみたんですけど、ここもちょっと動くのと、あとは腰回りもいつも通りよく動きますね。はい。肩のパーツもよく動き、肘も、手首もぐにぐに動きますね。はい。反対側も同様に動くので、こう結構ですね、ポーズがつけやすいですね。こうパンチしたり、まあ腕組みなんかもこうできちゃいます。よく動きますね。腰回りと足回りなんですけど、こんな感じでよく動いて、膝もよく上がり、はい。ライダーキックなんかも簡単にできちゃいますね。はい。あぐらなんかも欠かせられるので、こうやって置いといても、よく見えますね。この2つのパーツを合体させて、このライオンのロボにしたんですけど、まだまだパーツが余っていて、
ナイトにはこういう剣が付属するんですけど、よいしょ。このロボットにも剣を作ってみました。そしてさらにこういうですね、まあ盾のようなパーツと、さらにはい、こんなですね巨大な謎の物体もちょっと作ってみました。このよいしょパーツでこの2体のロボットと同じパーツ数になりますね。いろいろパーツがあるのでちょっとつけてみると、この剣みたいなソードも作ったので、腕によいしょ持たせることができますね。こんな感じで、よくあのナイトにもついてるソードですね。これはいろんな持たせ方ができるので、ポーズは結構自由自在に、決められるのでいいですね。こういう風にポーズを決めることもできます。ナイトと合わせるとこういう風にですね、戦わせることも全然できちゃいますね。はい、このパーツをですね反対の手につけると、よいしょ、はい、縦のような形状にすることができるので、これでソードと合わせると、はい、こんな感じに、まあ騎士のようなですね、こんな感じのロボットにすることができました。はい、まあこんな感じでポーズをつけることもできちゃいますね。そしてもう一つのパーツが、まあこういうですね、まあなんともよくわからないパーツになってるんですけど、まずこのパーツをですね、さっきの盾をここに真ん中にですね、こんな感じで取り付けちゃいます。そしてこのよいしょブロック反転させて、はい、後ろ側にですね、ここにちょっとジョイントがあるので、これをちょっと展開してあげて、ここにですねこうくっつけてあげる、よいしょ。そうすると可動がこうぐーっときて、はい、で正面から見ると巨大なですねビーム砲のような武器にを背負うことができます。ちょっと大きくなっちゃったんですけど、こっからこうビームが出るような、そんな、はい、変形にしてみました。どうでしょう、まあちょっと砲台が短いのでなんちゃってになっちゃうんですけど、なんかこう背負った、キャノンのような形を作ってみたかったので、こんな感じにしてみました。さらにですね、このロボットを変形させてでっかいライオンにしてみたいと思います。まずもうお気づきだと思うんですけど、この腰の部分が実はこう顔になってまして、このパーツを一回よいしょ外しちゃいます。そして頭部のジョイントにくっつけるんですね。反転するような感じにします。そして肩アーマーだったところをよいしょこの中にちょっと入れてあげて、胴体を作ってあげますね。こんな感じにして、で足だった部分をちょっとこう曲げてあげて、反対側も曲げ
てあげると、まあライオンのようなですね、顔がですねこう出てくるわけですね。そして腕だった部分をよいしょちょっと動かしてあげて、反対側も同様ですね。こういう風にして角度をつけてあげます。はい、こんな感じにしておきましょう。先ほど縦だったパーツとこの剣だったパーツを合体させてあげて、後ろのこの部分につけてあげて、はい、ポーズを取らせていくと、はい、ライオンができました。なんちゃってライオンなんですけど、まあ、近くで見るとこんな感じになりますね。うん、どうしてもパーツにまあ限りがあるので、まあなかなか、うん、下半身が後ろがちょっとちっちゃい感じになっちゃったんですけど、これが尻尾で、うん、ぐるっと回していくとこんな感じになりますね。上から見るとちょっと変なんですけど、うん、こんな感じで、で可動だけ言うとこの口がやはり可動するような形と、あとは足パーツ腕パーツそれぞれ結構動くので、ロボットの時と一緒ですね。あと尻尾もよく動きます。この部分は特に使わなかったんですけど、よいしょ、こんな感じのプロポーションでそれぞれライオンと、基地みたいな一つのパーツに分かれますね。はい、まあ全部並べるとこんな感じになって、この2つとこの2つ、まあ同じパーツ数なんで好きな形で組み合わせることができちゃいます。はい、今日はですねナイトとライオンを合体させて一つのロボットを作ってみました。どうでしたか？まあなんちゃって、まあライオンモードだったり、まあロボットだったりお気軽にですね変形できますので、興味ある方はプチブロック楽しいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。せばねー。